こんにちは、速稼塾の久保です。菅総理の会見が今ありましたね。今年は新型コロナウイルスの感染拡大を止めるために全力を尽くすということなんですけども、まあ、今まで感染拡大についてどう思ってたんですかね。感染がまだ少ないうちにできなかったことがここまで拡大した時に何ができるんだって話なんですよ。で、具体的な指針は何もないと。国民の皆様に協力をお願いするだけで、いつでもマスクでしょ。で、自分たちは食ったり飲んだりしてるわけですよ。でもうね、国民もね、バカバカしくってついていけないやって感じになっちゃいますよ。もしこれでまたさらにね、悲劇が起きるとしたら、これは全て、政府官邸の責任だと思いますんで、もう下手したらね、暴動とかクーデターみたいなことももしかしたら考えないといけないかもしれませんし、そういうことをする人がね、出ないとも限らないわけですよ。しかもこれがね、外国のある特定の団体に、焚き付けられてやるみたいな、そんなシナリオもあったりするわけですから怖いですよ。沖縄、北海道、新潟、この3つの区画っていうのはある特定の国にもしかしたらですよ、結構マークされてるかもしれないですね。土地の売買履歴などを見るとちょっと不安になりますけども、皆さんどう感じになりますかね。まあ、どちらにしましても、このね、菅総理の政策ちょっとどうなってるのか、私もね、菅総理にだいぶひいき目に見てるんですけども、今年はちょっとね、ひいきにするところが何もなくなってきたかなと思います。まあ私がね、菅総理よくやったと言えるのは不妊治療関係ですかね。私ももろ該当者ですから、そこについてはよっしゃと思えるんですけども、でもオリンピックはないだろうと思いますよ。オリンピックはね、もう完全にもう茶番になっちゃいましたよ。これは冗談でもギャグでもないんでしょ。これ本気でやるつもりなのか、誰がやろうとしてるのかなと思いますよね。選手の皆さんがやりたいと思ってるんですかね。大会に関わる方がやりたいと思ってるんですかね。それとも何らかの利権を持ってる方が、自分たちでは走ったり投げたりしないのに、やれ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 と、まるでね、戦場に、危険な戦場最前線に兵を送るための、当時のね、大本営みたいなことやってるんじゃないですかね。ちょっと恐ろしいですね、オリンピック。オリンピックには私反対ではないんですよ。興味ないですけども。ただオリンピックをやる時期じゃないだろうと。ウイルスを克服した暁にみたいなこと言ってますけども、克服する見込みないじゃないですか。この小さい間にできなかったことが大きくなって何ができるんだって話ですよね。で、国民の一致団結ももうちょっと測れないんじゃないですか。なぜなら首脳部がこんなデタラメなことやってれば誰もついていけないですよ。で、国民同士で勝手な考えがいろいろねありますから、もうどうなるのかなということですよね。ワクチン問題にしてもそうですしね、他のことも多いですよ。それから今ね、安倍元総理から菅総理に代わって、あまりにも国民の貧しさ、それから辛さ、これに目を傾けてなさすぎます。耳を傾けてなさすぎます。こういった死滅していくやつ死ねばいいみたいなね、弱者完全に抹殺、強者生存の理論、こんなね、野蛮なね、野生の石器時代みたいな価値観でやっていけないですよ。だから力あるものは力ないものを守る、力ないものは力あるものに頼る、この関係で社会っていうのができるんじゃないですかね。誰しもがいつも強いわけではないです。誰しもがやっぱり休憩をね、必要としたりとか、癒しを必要とするわけですよ。もしかしたら人によっては一生助けてもらわないといけないかもしれません。でもそれを自己責任といって打ち切るのは人間のやることではないです。それはね、野生の動物のやることなんですよ。つい生きていけないやつは置いておくみたいなね。やっぱりその人類の大多数が助けてくださいって言い出したら、もうこれは手に負えないですけども、でもやっぱりね、この国で生きている以上、全ての人に同等の権利があると思うんですよ。今日生きる者には明日も生き抜ける権利があると思うんですよね。それを担保するのが菅総理の役割だと思うんですよ。政府の役割であり、私たち国民の代表がやることだと思いますよ。オリンピックをすること今はないんじゃないですかね。英断していただいて、もうオリンピックがないよと、その予算をぜひね、生活支援に振り向けてもらいたいと思いますけどもね。皆さんどういうふうにお感じになるでしょうか。ちょっとこれはね、菅総理ないんじゃないですかね。言いたいこといっぱいありますけども、今日はこの辺で。では、いってらっしゃい。